右から二人目は、スターリン・バルト諸国占領とは、エストニア、ラトビア及び、リトアニアが、初めは1939年のドイツ国とソ連が、締結したモロトフ・リベントロップ条約の条項に、基づき、ソ連によって、続いて1941年から1944年までは、ドイツによって、さらに1944年から1991年までは、再び、 ソ連によって行われた占領のことである。1939年9月第二次世界大戦が開始された時には、バルト三国の運命は1939年8月の独ソフカ新条約とその秘密議定書によってすでに定まっていた。バルト三国の第二次世界大戦時の被害はヨーロッパにおける最大のものの一つである。 人口の損失は、エストニアの25%、ラトビアの30%、リトアニアの15%と見積もられている。戦争と占領において死亡した犠牲者数は、エストニアで9万人、ラトビアで18万人及び、リトアニアの25万人と推定される。これには1941年のソビエトによる追放、ドイツによる追放、 およびホロコーストの犠牲者を含んでいる。ペレストロイ下記の1989年に始まったソビエト史の再評価でソ連は自国とドイツとの間で結ばれた1939年の秘密議定書がバルト三国への侵攻と占領を導いたとして自己批判している。バルト三国の独立を求めた闘争は1991年に結実し、 各国の独立が回復してソ連から離脱した後はその半年後のソ連の最終的な分裂を加速した。ロシア軍は1993年8月にバルト3国からの撤退を開始した。最後のロシア軍部隊は1994年8月にバルト諸国から撤退している。ロシア政府は1998年8月まで スクルンダマイナス1のレーダー基地を借りる契約を結んでいた。最後のロシア軍部隊は1999年10月にスクルンダマイナス1から撤退している。以前はロシア帝国の領土であったバルト海のフィンランド、エストニア、ラトビア及びリトアニアの4カ国は第一次世界大戦後エストニア、ラトビア及び リトアニアの独立戦争を経て1920年までに各国の国境を確定した。1924年、リトアニア、ラトビア及びエストニアは最終的な侵略者に対する相互防衛協定に調印。10年後には、スターリン指導下のソ連は1944年までこれらのバルト3国を攻撃しないことを制約した。 独ソ不可侵条約と後の修正に基づくヨーロッパ分割の計画と実際1939年8月24日、早朝ソビエト連邦とドイツは期間10年の独ソ不可侵条約に調印した。この条約には1945年のドイツ敗戦後になってから初めて明かされる秘密議定書が含まれていた。その条項によると、 ヨーロッパの北部と東部の国々がドイツとソビエトの勢力圏に分割されていた。北部ではフィンランド、エストニア、およびラトビアはソビエトの勢力圏に割り当てられていた。ポーランドについてはナレフ川、ビスワ川、サン川の東側地域はソビエト、西側地域はドイツが占領することになっていた。東プロイセンに隣接するリトアニアは当初ドイツの 勢力圏となる予定だったが、1939年9月に合意された次の秘密議定書では、リトアニアの大部分はソ連に割り当てられた。秘密条項により、リトアニアは、戦艦機にはポーランドに支配されていた、かつての首都ビリニースを取り戻した。ポーランド侵攻終了、ドイツとソビエトの将校がアクシュタリンの潜水艦をジェウ。 記念日1939年9月24日、赤軍の海軍軍艦がエストニアの港沖に現れ、ソ連軍爆撃機がタリンとその近郊上空で威嚇飛行を始めた。9月25日、ソ連はバルト三国すべての空域に入り、大規模な情報収集活動を実施。ソ連政府はバルト三国がその領土に、 ソ連の軍事基地建設と部隊の駐留を認めることを要求した。1939年9月28日、エストニア政府は最後通告を受諾し、関連する協定に調印した。10月5日にラトビアが続き、リトアニアは10月10日に調印した。その協定は、ヨーロッパの戦争の期間、ソ連がバルト三国の領土に、 ソ連の軍事基地を建設することと1939年10月から、エストニアに2万5千人、ラトビアに3万人、リトアニアに2万人の赤軍駐留を認めるものだった。1939年前半、レニングラード軍管区はすでに、バルト三国に向けて、赤軍の約10%に当たる17師団の配備を終えていた。間もなく、動員が行われた。 1939年9月14日、第8軍がプスコフに派遣され、動員された第7軍は、レニングラード軍管区の指揮下に入った。進行準備はここまでに完成に近づいていた。9月26日、レニングラード軍管区には、エストニアラトビア国境へ、部隊の集中の開始と9月29日の作戦終了が命じられる。その命令では、 攻撃開始の時刻については別の命令が発せられることと伝えられる。1939年10月初めまでにソビエトはエストニアラトビア国境に全部で以下のような準備を終えていた。ソ連はフィンランドにも同様の協定への調印を要求したがフィンランドは拒否し、1939年11月30日、ソ連はフィンランドに侵攻し、 冬戦争が勃発した。この進行は国際連盟によって違法なものと判断され、12月14日にソ連を国際連盟から除名する。この戦争は1940年3月13日に終わり、フィンランドとソ連はモスクワ平和条約に調印した。フィンランドは首都ヘルシンキに次ぐ第2位の都市ビープリを含む産業の中心部も合わせて、 カレリアのほとんどすべてを譲渡することを強制された。軍隊と残っていた住民は新しい国境の内側に急いで避難している。フィンランドの全人口の12%に相当した42万2000人のカレリア住民が家を失った。フィンランドはバレンツ海のリバチー半島のフィンランドの領域であったサラの一部に加えて、 フィンランド湾のスールサーリなど4つの島も上としなくてはならなかった。最終的に、ハンコ半島は30年間海軍基地としてソ連に対応された。1941年6月、フィンランドとソ連は継続戦争で交戦を再開する。1940年の赤軍によるエストニアとラトビアの封鎖と侵略の概略図1940年の エストニアソビエト社会主義共和国を示したソビエトの地図1940年のラトビアソビエト社会主義共和国を示したソビエトの地図1940年のリトアニアソビエト社会主義共和国を示したソビエトの地図バルト3国に対してあり得る軍事行動のため配置された赤軍部隊には43万5000人の兵員 約8000の大砲と迫撃砲、3000台以上の戦車、500台以上の装甲車があった。1940年6月3日、バルト3国を拠点とするすべての赤軍は、アレクサンドル・ロクティオノフの指揮下に統合されていた。6月9日、命令0262にズ OV が、 セミョーオンチモシェンコにより、赤軍のレニングラード軍管区に出され、6月12日までに準備されることとして、次のことが求められた。A エストニア、ラトビア及び、リトアニア海軍の船舶の基地と海上のいずれか、あるいは両方における補足、B エストニアとラトビアの商船艦隊と他の船舶の補足、C タリンとパルティスキへの進行と上陸に対する準備、 D リガワン閉鎖と、フィンランドワンとバルト海のエストニアとラトビアの沿岸の、封鎖、E エストニアとラトビアの政府、軍隊及び、資産の避難の阻止、F ラクベレの侵攻に対する海軍による、支援の手配、G エストニアとラトビアの航空機のフィンランドあるいは、スウェーデンへの飛行の阻止1940年6月12日、エストニアの完全な軍人封鎖の命令が、 ソビエトのバルチック艦隊に出される。6月13日午前10時40分、赤軍が決められた位置に移動を開始。6月14日午後10時までに終了をしている。A4 隻の潜水艦と海軍の何隻かの小型艦艇がバルト海で所定の位置に着いた。B 駆逐艦隊3を含む小艦隊が進行を支援するためナイスサール島の西に位置した。 C 第1海兵旅団の4大隊が乗船した、輸送船、シビル、第2ピアティレトカ及び、エルトンは、ナイスサール島とアイグナ島への上陸と進行のための、位置に着いた。D 輸送船、ドニエステルと駆逐艦、ストロゼブイト、シルノイは、シュトタリン進行のため数個の部隊を乗艦させて、位置に着いた。E 第50大隊は、組んだ近くに進行するための艦艇の中に位置した。 海軍封鎖には全部でソビエト船舶が120隻参加している。それには1隻の巡洋艦、7隻の駆逐艦、17隻の潜水艦が含まれていた。参加した航空機は219機であり、これにはイリューシン DB-3 型とスポレフ SB 型の両爆撃機計84機を、 持った第8航空旅団と62機の航空機を持った第10旅団が含まれていた。1940年6月14日、世界の注目がナチスドイツによるパリ陥落に集中している間にソビエトによるエストニアの軍事封鎖が実施された。タリン、リガ、ヘルシンキに置かれたアメリカ公使館からの3つの外交文書の包みを運んでいた。 タリン発ヘルシン企業のフィンランド旅客機、カレバは2機のソ連爆撃機に撃墜されている。アメリカの外務部事務員ヘンリー・ W ・アンタイル・ジュニアは、その墜落によって死亡した。6月15日、赤軍はリトアニアに侵攻し、マスレン機で、ラトビア国境守備隊を攻撃する。1940年6月16日、赤軍は、エストニアとラトビアに侵攻する。 進行時に出版された大虫の記事によると、ほんの数日の間に、約50万人の赤軍部隊が、バルト三国を占領し、それは、ナチスドイツに、フランスが降伏する、ちょうど一週間前のことである。モロトフは、バルト三国のソ連に対する陰謀を非難し、ソビエトが承認する政府の設立を求める、最後通告を、バルト三国に渡した。 信仰を匂わせ、さらに三国がソ連に対する陰謀を企てることで、元々の条約に違反したとして告発し、モスクワは最後通告を出している。それは、バルト諸国に新しい情報を求め、その中には、各政府の交代と三国に軍隊がいくらでも入る、ことを認めさせることが含まれていた。数十万の赤軍が国境を越えて、エストニア、ラトビア、 リトアニアに入った。この追加された赤軍は各国の軍隊よりかなり多かった。国際的に孤立し圧倒的な赤軍が国境と国内の両方にいる状態の中でバルト三国の政府は積極的な抵抗を行わず勝ち目のない戦争における流血を避けることが彼らの利益であると決定する。バルト三国の占領は 赤軍の支援を得た共産主義者によって各国に起こされたクーデターによって達成された。エストニア国防軍とエストニア防衛連盟の大部分は抵抗が無益であると信じるエストニア政府の命令に従い降伏し赤軍に武装解除された。1940年6月21日、タリンのラウア通りに駐屯していたエストニア通信大隊のみが赤軍及び 人民の陣営と呼ばれる共産民兵に抵抗を示している。赤軍が6台の装甲戦闘車両を含めた増援を継ぎ込み、戦いは日没までの数時間続いた。結局軍事的抵抗は交渉で終了し、通信大隊は降伏し、武装解除される。エストニア軍人、アレクセイ・ミャンニクスとヨハンネス・マンドレの2人が死亡。エストニア側の負傷者は数人。 ソビエト側では、約10名が死亡し、それ以上の負傷者が出ている。戦いに参加したソビエト民兵は、ニコライステプロフに率いられていた。ソビエトは圧政に加えて、大規模な国外追放を実施した。イワン・セイロフ将軍が署名した、エストニア、ラトビア及び、リトアニアから反ソビエト分子をロシアに追放する、手続きは、 バルト三国の人々の国外追放を監督するための手順と規約の詳細な説明を含んでいる。赤軍による制圧直後から地元の共産主義支援者及びロシアから入った者たちの指導で三国すべての大統領と政府の辞任が強制され、彼らの代わりに完全に共産主義者からなる人民の政府に変えられた。 これらの作業を監督、指導するため、スターリンの側近のうち、アンドレー・ジダーノフがエストニアへ、アンドレー・ビシンスキーがラトビアへ、ウラジーミル・デカノゾフがあり、イトアニアへそれぞれ派遣された。翌7月にはソ連に忠実な地元の共産主義者によって仕組まれた議会選挙を実施。共産主義者と彼らの同盟者のみ参加が認められた。 選挙結果は完全な鉄造で、ソビエト報道部は投票の終了する24時間以上、前に、ロンドン市に、その結果をつけて、選挙を取り上げている。選挙の結果、バルト三国すべての議会で、共産主義者が多数派となり、全く寝耳みみに、水の話に対する、人々の抗議を押し切って、8月には彼ら全員で、ソ連への併合を求める動議を提出した。 いずれの国でもその道義が可決される。ソ連は予定通り3つの嘆願書全部を受け入れ、正式にバルト3国を併合する。共産党に投票してパスポートに権引を押してもらうことができなかった。人々は後頭部を打たれた。公共の裁判所も人民に対する反逆者、つまり政治的義務であった彼らの国をソ連に入れる投票が、 できなかった人々を罰するために設立された。選挙直後、イワン・セイロフ指揮下の NKVD 部隊は1万5000人以上の敵対的分子と彼らの家族を逮捕している。ソビエト占領の最初の年、つまり1940年6月から1941年6月までの間における確認された処刑。 徴兵あるいは国外追放された数は少なくとも124,467人と推定され、内訳はエストニアで59,732人、ラトビアで34,250人、リトアニアで34,85人である。これには、エストニアの8人の全国家元首と38人の大臣、ラトビアの3人の全国家元首と15人の大臣、 リトアニアの大統領5人の首相と24人の他の大臣が含まれる。最後の大規模な作業が1941年6月27日から28日の夜に予定されていた。それは1941年6月22日、ドイツがソ連に侵攻したバルバロッサ作戦が行われた時に戦後まで延期される。歴史家ロバート・コンクエストによれば、 バルト三国からの選択されての国外追放は、カティンの森事件の動機として、後には、明らかだったように、政治的及び社会的エリートを除くことによる、国の指導層の除去という政策の典型である。外交官時代の杉原千畝この時期、離島アニアのカウナスには、日本領事館領事代理として、杉原千畝が駐在していた。ソ連からは、 リトアニア併合に伴う日本領事館の閉鎖通告が伝えられ、杉原はソ連政府と日本政府からの再三の退去命令を受けながらも、ドイツのユダヤ人に対する迫害政策から逃れようとしてドイツ占領下のポーランドからリトアニアに逃亡してきた多くのユダヤ人に対し、1940年7月から彼自身がリトアニアを離れる同年9月にかけて、 大量のビザを発給している。1940年の7月から8月、エストニア、ラトビア、リトアニアの施設は、アメリカとイギリスに対し、ソビエトによる彼らの国々の占領と併合について、正式に抗議を行った。アメリカは、スチムソンドクトリンの原則に沿い、他のほとんどの西側諸国と同様、併合を、決して正式に承認しなかったが、 ソビエトの統治に直接的な干渉を行わなかった。バルト三国は国際法に基づいて法的に存在を続けた。バルト三国の外交及び領事の代表は1940年から1991年の間いくつかの西欧諸国でその役目を果たしている。バルト三国が独立を回復するまでの1940年から1991年までの 期間、西洋諸国において、エストニア、ラトビア、リトアニアの外交担当者は、それぞれの国の正式な意見をまとめ、発表することを継続し、各国の利権と各国の市民を保護した。バルト三国の事件は単独のものではなかった。独ソ両国は、フィンランドとスカンディナビア半島にその中立あるいは、主権を侵害する居留地を要求した。 ドイツはノルウェーでの戦闘中、スウェーデンに圧力をかけて、ノルウェーと南スウェーデンの港との間で物資と人を輸送する、権利を認めさせようとし、これは、ノルウェーの敗退後に達成される。その直後、ソ連はフィンランドに圧力をかけ、反国海軍基地とソ連国境間の輸送の権利を要求し始め、ペッサモのニッケル鉱山の支配権とともに、 モスクワ平和条約の中のフィンランドの情報として達成された。8月、フィンランドは1930年代半ばからのイデオロギーの違いに起因してナチスドイツと浅めた関係だったがソ連との冬戦争によってナチスドイツ側とはっきり示されドイツとの関係を発展させる外交努力の中でドイツ軍の部隊に北ノルウェーとボスニア湾の港との往来の権利を 認めた。フィンランドはソビエト占領に対抗する唯一の望みに見られるようになったドイツとの政治的な接触を続けている。9月、フィンランドとソ連は反抗、経由地として使用することについて合意した。1940年11月、ソビエト外務人民委員はフィンランド侵略のためドイツに承認と消極的支援を求めが、 ヒトラーはフィンランドは近づくソ連への侵攻における潜在的な同盟国と見ていたため断っている。間接的なドイツの支援がフィンランドに交渉の終了を許すまでは、ペサモ鉱山についての交渉は数ヶ月の間進展がなかった。東方占領地域行政図、上からエストランドが、エストニア、レトレンドが、ラトビア、リタワンが、リトアニア、 バイスルテニアンがベラルーシに相当するバルバロスサ作戦におけるソビエトへの侵攻の後、ドイツはバルト諸国地域を占領した。最初リトアニア人、ラトビア人及びエストニア人はドイツがソビエトの支配から彼らを解放するものであると考えた。リトアニアでは戦争の初日に反乱が起こり、独立臨時政府が設立された。ドイツ軍がありがとうタリンに近づくにつれ、 国民政府を再建しようとする試みがなされた。ドイツがバルト三国の独立を回復することが望まれた。そのような政治的願望はすぐ失われ、バルト三国の協力は率直さを欠くようになったり、あるいは全く停止された。ドイツがバルト三国とベラルーシの大部分を東方占領地域と呼ばれる四つの国権を、 ドイツの管理のもとに統治する植民地に変更するに、従って、ナチ体制に反対する、地方住民の割合は増えている。ドイツのナチ政治家、ヒンリヒローゼがソビエトによる、再占領まで、その植民地の監督官であった。この地域における、ドイツの方針は厳しく、地元住民を服従させ、ホロコーストに巻き込んだ。 東側で征服した領土の植民地化のためのナッチの計画の一つは東部総合計画と呼ばれドイツの勝利の場合にはバルト三国の領域から地元住民の約3分の2に及ぶ大規模な国外追放を求めていた戦争末期ドイツの配色が濃厚になってくると多くのリトアニア人ラトビア人及びエストニア人は再度ドイツに加担した彼らは そのような戦争に関わることで、バルト三国がソ連から独立を得るための西側諸国の支援を呼び込むことができるようになることを望んだ。ラトビアでは1943年8月13日、地下組織としてのラトビア国家主義者中央会議が成立した。1943年11月25日、類似の組織としてリトアニア解放最高委員会が誕生。 1944年3月23日には、エストニア共和国の地下国民委員会が設立された。エストニアは国として東方占領地域のドイツ行政区に組み込まれた。ナツスに味方する気持ちがない数千のエストニア人は、ソ連と戦うために、フィンランド軍に加わっている。フィンランド風評連隊200は、フィンランド国内のエストニア人志願兵で編成され、 世間ではフィンランドボーイズとして知られた。1944年1月にはロシアの前線は以前のエストニア国境近くまで進んでいた。ナルバから退避が行われた。1940年にソ連によってエストニア共和国が併合される前の同国憲法に従えば最後の合法的首相だったユーリウルオッツは エストニア共和国の地下国民委員会の長となり、1904年から1923年までに生まれた健康な男性に兵役に応ずるよう懇願するラジオ演説を行った。この呼びかけは国中からの指示を得て3万8000人の志願兵で受付は混雑した。ソビエトの進軍に対してエストニアを守る任務に従事するため新規に編成された。 領土防衛軍に加わるために、フィンランド軍に加わっていた、数千のエストニア人は、フィンランド湾を渡り帰国している。1943年及び1944年には、赤軍と戦うために、主に徴兵によって集められた、ラトビア人からなる、武装親衛隊の西団が編成された。ナルバの戦いは、エストニア人に、自国のための戦いであると認められ、 1939年にあった事件に対する屈辱の気持ちを和らげるものであった。北東部国境におけるドイツの長い防衛陣はソビエトのエストニア国内への短期突破を防ぎ、このことはエストニアの地下国民委員会にエストニアの独立回復を試みる十分な時間をもたらした。1944年8月1日、エストニア国民委員会は それ、自体を、エストニアの最高権威と宣言し、さらに1944年9月18日、代理元首、ユーリ・ウルオツは、オット・オティーフを、指導者とする新しい政府を定めた。英語による、ラジオ放送により、エストニア政府は、戦争における中立を宣言した。その政府は官報を2回発行している。9月21日、国民軍が、 タリンの政府庁舎を占拠し、ドイツ軍に退去を命令した。エストニアの旗は、タリンの最も高い塔のポールに掲げられたが4日後には、ソビエトによって取り除かれている。エストニア亡命政府は1992年まで、エストニア国家の継続を将来に渡すために活動し、その時、国家元首の任にあった最後の首相である、ハインリヒマルクが彼の信任状を、 公認のレナルト・メリ大統領に渡した。ラトビアとリトアニアは、アメリカとイギリスの大使館を拠点として、亡命状態の中、存在を続けた。エストニア・エストニアでは、戦前の約4300人のユダヤ人のうち、ナチの侵攻までに963人が、迫害されている。およそ500人と推定される、ユダヤ人がソビエトによって、他のエストニア人ともに、 シベリアに国外追放された。ナチの占領期間には約1万人と推定されるユダヤ人がエストニアで殺されたが、彼らはあらかじめ東欧の別の地域からエストニアのキャンプに追放されていた。人道に対する罪について7人のエストニア人、ラルフ・ゲレッツ、アイニコール・アービン・メレ、ヤーンビーク、ユハン・ユリステ、カール・リーナス。 アレクサンダー・ラーク及びアービン・ビクスの裁判が行われた。エストニアの独立回復以後、人道に対する罪を対象とするエストニアの国際調査委員会が設立されている。ラトビアユダヤ人社会はソビエトによる大規模な国外追放でその多くの市民的及び政治的指導層を失い重大な悪影響を受けていた。比率ではユダヤ人は他の どの民族より多く国外追放の犠牲になっている。ユダヤ人は指導層を奪われ、ナチの脅威に対応するには準備不足であった。ドイツ当局の設立後、ユダヤ人とジプシーの人口削減の手順が開始され、リガノルンブラで多くの殺人が行われた。悪名高いアライスコマンドに所属する500人から1500人と保安庁法部に 所属の2000人以上を含めたドイツ側に協力するラトビア人と共にアインザッツグルッペ A、ドイツ国防軍及びリエパーヤの場合は海兵隊によってその殺人が行われた。アライスコマンドーの海で約2万6000人のユダヤ人を殺害した。1941年末までにユダヤ人全体のほとんどが殺されるか絶滅収容所に収容されている。その上、 約2万5千人のユダヤ人がドイツ、オーストリア及び現代のチェコ共和国から連れてこられ、そのうちの約2万人が殺された。ラトビアではホロコーストが約8万5千の人命を奪っている。リトアニアビリニュスの HKP 強制労働収容所、敷地近くにあるホロコースト記念碑ホロコーストの前には、 リトアニアには16万人のユダヤ人が住み、ビルナのガオンの時代から、ユダヤ人の進学、哲学及び学問の最大の中心地の一つであった。1941年までに、その大部分がポーランドからだった難民が、国内のユダヤ人の人口を25万人に増加させていた。1941年6月のバルバロッサ作戦の開始により、 1940年に結成されたリトアニア地下政府は後にソ連で見せしめ裁判後に処刑されるその主要メンバーが前日にソビエトに逮捕されたにもかかわらずドイツのソ連に対する宣戦線布告と同時の反乱の中でリトアニアの独立を一時的に回復させている。ナチによるリトアニアの占領がなると間もなくその政府の解散が強制された。6月下旬。 フランツバルター・シュターレッカー指揮下のドイツのアインザッツグルッペへの文献隊がリトアニア領内について活動を開始した。いくつかの場所でシュターレッカーの要因はユダヤ人全体に対するポグロムを奨励しようとした。シュターレッカーの1941年10月15日のまとめられた報告にはこのことに対して予想しなかった困難を どのように最初体験したかという記述に失意が現れている。それでも自発的なリトアニア人の助けとともにドイツはユダヤ人の大規模な銃殺の開始が可能だった。ドイツの文書によると1941年6月25日から26日の間、約1500人のユダヤ人はリトアニア人の協力者によって抹殺されている。 多くのユダヤ人教会は火を放たれ、続いて夜にはさらに2300人が殺された。1941年11月までパネリアイのような場所で多くのユダヤ人が殺害されている。生き残っていた4万人のユダヤ人はビリニウス、カウナス、シャウレー、およびシュベンチョニースのゲットーと強制収容所に集められ、そこで木があるいは病気で多くの人々が死んでいる。 1943年、ゲットはドイツによって取り壊されるか、強制収容所に変えられ、5000人のユダヤ人は、絶滅収容所に移された。1941年から1942年までに、あった最初に殺害が集中した機関、ロマ、共産主義活動家と疑われた者、及び精神障害者も、対象とされている。さらに、ドイツ当局による、 意図的な放置のため、ドイツの監禁の中で、ソビエトの捕虜の多数が死んだ。戦後、リトアニアのユダヤ人の10%から15%が生き残ったが、その多くは1941年のドイツの侵攻の期間にソ連側に脱出したことによる。リトアニアにおけるユダヤ人の大量虐殺率は95%から97%と、 ヨーロッパで最も高かった。これには顕著な例外は、ほとんどなく、リトアニア社会のすべての階層で、リトアニア人の広範囲にわたって占領者ドイツに、行われた協力が主な原因である。ユダヤ人は、以前のソ連体制を支援したと広く信じられていた。反ユダヤの姿勢は、リトアニアの民族主義の中で反ソビエト感情として、強められ、 既存の伝統的な反ユダヤ主義を際立たせた。ビリニュスにあるソビエト占領によるリトアニア人犠牲者の記念碑1944年の夏から秋にかけて開始され、1945年5月のクールラントポケットにおけるドイツとラトビア軍の降伏まで続いたドイツ軍を敗走させるための軍事的かつ政治的であり、ソビエトバルト民族の解放であった。 ソ連のバルト海構成の作戦の一部として、バルト諸国を再占領し、そして、ソ連に徐々に吸収した。1949年1月12日、ソビエト大臣会議は、すべての不能と彼らの家族、盗賊あるいは国家主義者の家族と、その他の人々を、バルト三国から国外追放する命令を出した。 1940年から1953年にかけて20万人以上の人々がバルト3国から国外追放されたと推定されている。その上、少なくとも7万5000人はグラグに送られた。バルト3国の大人の人口の10%が国外追放されるか強制収容所に送られている。なお、この期間の迫害は主に被迫害者の社会的。 経済的地位を理由に行われたものであり、ロシア帝国時代、またはそれ以前よりこの地に居住していた多くのロシア人も共に迫害されている。第二次世界大戦後、ソ連にバルト三国をより一層統合するためのゴールの一部として、バルト三国における大規模な追放が完了し、その他のソ連地域からバルト三国へ移民を奨励する政策が続けられた。 1989年7月、東ドイツにおける劇的な出来事に続き、バルト3国の最高会議は、主権の宣言を採択し、ソ連の法律の上に、彼ら自身の法律が優先されることを主張するために、憲法を修正した。独立賛成派ポピュラーフロンツからの候補は、1990年の民主選挙による最高会議で多数派となる。 最高会議は完全独立を回復するという彼らの意思を宣言。ソビエトの政治的及び軍事的勢力によるバルト三国の政府転覆の試みは失敗する。1991年、バルト三国は事実上の独立を主張した。続いて、ソ連を含めた国際的な承認が行われている。ソ連の敷いたバルト三国の併合を決して承認しなかったアメリカは、 バルト三国の共和国と完全な外交関係を回復した。北欧では第二次世界大戦中、小国の運命にはかなり異なる変化があった。スウェーデンはいくらかの情報を余儀なくされたが、外交政策と軍事力によって戦争の圏外に留まることができた。デンマークとノルウェーはドイツに占領されたが、戦後は両国とも民主主義国に戻った。 エストニアラトビア及びリトアニアはソ連に再び占領、併合され、1991年のソビエトクーデターの余波で半世紀後にようやく独立を回復した。フィンランドは地理的にスウェーデンより不利な位置にあり、二つの戦争によって領土の一部を喪失し、さらにソ連の圧力に屈して自国の外交政策を変更しなければならなかったが、 第二次世界大戦後も国家の独立と資本主義、民主主義政治体制を維持した。大多数の国々は法的にはバルト三国併合の承認を拒否し、エストニアソビエト社会主義共和国、ラトビアソビエト社会主義共和国及びリトアニアソビエト社会主義共和国のソビエト政府を事実上のものとして承認するのみか、あるいはそれも行わなかった。 それらの国々は、旧政府の名で活動を続けていたバルト三国の外交官と領事を承認した。これらの老練な外交官は、バルト三国の最終的な独立回復の時まで、この異常な状況の中で存在し続けた。法的承認を行わなかった国1960年8月8日の調査に基づくソ連のバルト諸国併合を法的に承認しない国。 法的承認を行った国1960年8月8日の調査に基づくソ連のバルト諸国併合とバルト諸国の統治を法的に承認した国以前の法的承認ヤルタ会談で腰掛ける三首脳左からチャーチル、ルーズベルト、スターリン早期にアメリカがバルト諸国へのスティムソンドクトリンの適用を採択したことで国際法の下での洗礼が確立された 1940年7月23日における国防時間サムナー・ウェルズの宣言はソ連によって強制されたバルト諸国併合を承認しないことの根拠を定義している。ウェルズの声明にもかかわらず、バルト諸国はすぐにより大きな強国間の対立の中で手先としての役割を半世紀にわたって繰り返した。 1941年から1942年の冬のモスクワを訪問後、イギリスの外相イーデンはすでにバルト諸国を生贄に戦争におけるソ連の協力を確保することを主張している。アメリカへのイギリス大使ハリファックスの報告には、イーデンはスターリンを敵に回す危険を犯せない。イギリスの戦時内閣はソ連の1940年の国境を認める。 スターリンとの条約の交渉について合意したとある。1943年までに、ルーズベルトもバルト諸国と東、ヨーロッパをスターリンに引き渡した。彼は9月3日のスペルマンスーキ教との会談で、10年、あるいは20年で、ロシア人とうまく暮らすことができることを夢見て、ヨーロッパの人々は、ロシア人の支配にひたすら耐えなくてはならないと発言している。 12月1日テヘランでスターリンと会談し、ルーズベルトはバルト海の三共和国は歴史の中にあり、最近はロシアの一部であったことをよく理解していると話してから冗談のように付け加えたことはソビエト軍が彼の地を再占領した時にわかれこの点についてソ連に対して武力に訴えるつもりがないということであった。1ヶ月後、ルーズベルトはロシアが ルーマニア、ブルガリア、ブコビナ、東部ポーランド、リトアニア、エストニア、ラトビア及びフィンランドを支配することができるとロシアに話したことをオットーフォンハプスブルクに話している。1944年10月9日、チャーチルがモスクワでスターリンに会い、ヨーロッパの戦後の状態がはっきり計画された時点で将来への希望の道が閉ざされた。チャーチルは しまいには私は、我々が、数百万人の運命に影響する、これらの問題を、そんな配慮の、ないやり方で決着をつけたと見られれば、利己的としか思われないのではないか書類をやこう。というと、スターリンは、いや、君が持っていてくれと言ったと述べている。ヨーロッパの将来を決定したと広く信じられている1945年2月の、ヤルタ会談では、 基本的に、チャーチルとルーズベルト両名のソビエトによる東、ヨーロッパ支配への干渉をしないというスターリンとの個人的確約の成分化が行われた。1975年、アメリカ、欧州諸国とソ連が、超陰国は戦後の確立された境界を尊重しなくてはならないと、するヘルシンキ宣言に署名したとき、ソ連に対して何らかの有効な干渉を求める。 バルト諸国側の望みは消された。アメリカ合衆国などは、ソビエトによるバルト諸国併合を承認しない立場を続けた。今から見れば、バルト諸国の最終的な独立と国境の回復は、人権と民族自決を支持したその宣言の正当性を立証していると解釈されているが、ソ連にとっては、オーデルナイセセンとモルドババルト諸国の両併合を含めた。 戦後の国境変更を確定した明らかな勝利であった。ペレストロイカの開始とそのソビエト市の再評価によりソ連最高会議は1989年に東ヨーロッパの分割とバルト三国の占領に繋がったナチスドイツとソ連の間に結ばれた1939年の独ソフカ新条約の秘密議定書を非難した。この動きは バルト諸国におけるソ連の行為が占領であるとは言明していないがソ連崩壊の過程においてロシアソビエト連邦社会主義共和国とリトアニア共和国は後の合意の中でそう断言したロシアは1991年7月29日のロシアソビエト連邦社会主義共和国と リトアニア共和国の国家間関係の基礎に関する条約の全文においてソ連はリトアニアの主権を侵害した1940年の併合の結果を除かねばならないと断言しソ連はリトアニアを占領したと認めている最も有力なポストソビエトコンセンサスはソビエトによるバルト諸国占領が違法つまりバルト三国政府の公式の立場を支持する 欧州人権裁判所、欧州連合、アメリカ合衆国による宣言である。一方、ロシアの現在の公式立場は、以前のリトアニアとの関係改善の方向と全く矛盾する。ロシア連邦政府と当局者は、バルト諸国の併合は合法的だったこと、ソ連がナチスからそれらの国々を解放したことを主張している。彼らは、 協定とバルト海の共和国諸国政府との合意に、従い1940年にソ連の部隊がバルト諸国に入ったと主張している。彼らの見解は、ソ連は戦争状態ではなかったこと、バルト三国の領土についての戦闘行為がなされていなかったことから、言葉としての占領は使用できないというものである。ロシア外務省はソ連による、 占領についての主張と関連するいくつかの別の主張はすべての法律的、歴史的及び政治的現実を無視し、それゆえ全く根拠がないことであると説明している。現在、一部の歴史家の間では、クレムリンが彫刻家主義を進め、ソビエトの過去を粉飾することを目論んでいるという懸念が持たれている。 ソ連のバルト諸国への侵略と占領につながった1939年の独ソフ化新条約の秘密議定書をソ連が非難する前のつまりペレストロイカの時代に始められたソ連国内におけるソビエト史の再評価に至るまでの経緯。ペレストロイカ前のソビエトの情報によると1939年の事件は以下の通りである。 1940年までソ連とバルト諸国間で友好であった条約バルト諸国が休戦協定に調印し独立を宣言した後、1918年末、ボルシェビキロシアが侵攻した。イズベスチア市の1918年12月25日発行の紙面にはエストニア、ラトビアとリトアニアはまさにロシアから東ヨーロッパへの道の上にあり、 それゆえ我々の革命の障害である。この分離をもたらしている壁は破壊されなくてはならないと、ある。しかし、ボルシェビキロシアは、バルト諸国を支配することはなく、1920年には、バルト三国全部と平和条約をまとめた、平和条約これらの条約の中で、ボルシェビキロシアは以前ロシアに属していた、この三民族と領地を統治する、主権すべてを、 永遠に放棄した。不可侵条約続いて、ソ連の主導により追加的に不可侵条約が、バルト三国すべてと結ばれた、調印国は相手に対する攻撃行為、及び、領土の統一性と不可侵あるいは相手の政治的独立に対する暴力行為をしないことを約束。その上、調印国は外交的に解決できなかった問題すべてを、 原因にかかわらず、合同委員会の公式の調停に提出することに同意した。不戦条約とリトビノフ協定1928年8月27日、国策の手段としての戦争を否定した不戦条約がアメリカ、ドイツ、ベルギー、フランス、イギリス、インド、イタリア、日本、ポーランド及びチェコスロバキア共和国によって採択された。 この採択後の1929年2月9日、ソ連は、隣国のエストニア、ラトビア、ポーランド及び、ルーマニアとその条約の遵守を確保する、議定書に調印。同年4月5日に、リトアニアは、条約と議定書への遵守を宣言。調印において調印国は次の点で合意を得た。 これらの議定書への遵守の確認と、その協定への遵守を示す書類を添えた合同申請により、エストニア、ラトビア、リトアニアとソ連は、不戦条約が発効した1929年7月24日に、同条約への調印国になった。侵略の定義のための会議1933年7月3日、ロンドンのソビエト大使館において、ソ連と他の国々がいる中で、 バルト諸国により調印された、拘束力のある条約において、歴史上初めて侵略が定義された。第二条が侵略の形態を定義している。以下の行動のうちの一つを初めて言った国家が、侵略者として認められるべきである、侵略の定義である、第二条のための会議はそれから次のようにコメントした。政治的、軍事的、 経済的あるいは他に考慮されるべきことがないことが、第2条の中で言及される侵略ということへの、公弁あるいは正当化になり得る。そして第3条の、不足が、近隣の国家への干渉の考え得る理由を列挙する。一方、それは次のことを規定している。党会議は、上記のリストに含まれる状況の中で暗示され得る。 国際法のいかなる違反も決して正当化するものではないことと認めることに調印国はさらに合意している。相互援助協約相互援助協約はバルト諸国の主権を肯定した。1939年10月5日に調印されたラトビアとの相互援助協約を例とすれば、その協約の第5条は次のように宣伝している。現在の協約の強化は調印する。 国の主権を損なうことは全くなく、特に彼らの政治機構、経済と社会システム、及び軍事手段に関してはなおさらである。ソ連が1940年から1945年の間に調印した。条約ソ連は1941年9月24日にロンドンで調印された決議により1941年8月14日の大西洋検証に加わる。 決議は次のことを決定した。最も重要なことは、1941年11月6日に、スターリンが、個人的に、大西洋憲章の原則指示を再度表明したである。その直後、ソ連は、大西洋憲章の遵守を再確認する1942年1月1日の、連合国共同宣言に署名した。 ソ連は1945年2月4日から11日の解放後のヨーロッパに関するヤルタ宣言に署名し、その中で、スターリン、チャーチル及びルーズベルトは、大西洋憲章の原則である、自らがその下で生きる政府の形を選択するという、すべての民族の権利、侵略国によって主権及び自らの政府が、強制的に奪われた人々へのそれらの返還に、従って、 ヨーロッパの秩序の回復を宣言した。ヤルタ宣言はさらに次のように述べている。解放された民族が彼らの権利を行使することができる状況を促進するため、三国の政府は共同で、その中で必要に応じ自由投票の実施を容易にする最終的に、ソ連はその第一条第二部においてその一つの国連の目的は、 民族の等しい権利と自らの政府の原則の尊重に基づく国家間における友好関係を進展することと述べている国連憲章に1945年10月24日署名した。ありがとうございます。